皆様、ご機嫌いかがでしょうか。美容師の青山です。今日のテーマは、青山メソッドバージョンアップ編と、一挙に2スタイルご覧いただきます。内容盛りだくさんとなっておりますので、最後までじっくりとご覧ください。綺麗になれて、いつでもできて、簡単で効果抜群。青山メソッド、超有料級、教えちゃいます。ご自分でも簡単にできる内容となっておりますので、いつでもどこでも、1日1回、青山メソッドで美しくなってください。ではね、手順の方、動画でお送りしますので、お見逃しなく。青山メソッド、スタート。心底、額の生え際の中央。心底はリラクゼーション効果があり、肌荒れ、かさつき、不眠の改善に効果的です。次、100へ。頭のてっぺんで左右の耳の一番高いところを結んだ線状。100へ、育毛リラクゼーション効果があり、全身の疲れや不眠の改善に効果的です。いや、いいツボですね。これはね、リフトアップします。リンパが流れてて、ちょうどこのもみあげのとこをね、こう、上に引くときにちょっとギュッと持ち上げるような感じで。そうですね。20回ぐらいですかね。20回から30回やっていただくと効果的です。まあ、ちょっと乾いてるとね、やりづらいかもしれないですけど。赤くならない程度にね、やってみてください。さあ、ここからは、寛骨。耳の後ろの出っ張った骨の下端の後ろ側にあるくぼみですね。育毛効果があり、ニキビや肩こりの改善に効果的です。さあ、その下ですね。天柱。首の後ろの髪の生え際で2本の太い筋肉の外側のくぼみ。まあ、三つ襟のとこですね。押すとすぐわかると思います。天柱も育毛リラクゼーション効果があり、目の疲れや肩こりの改善に効果的です。アモンになります。盆のくぼのやや下。盆のくぼに中指を当てたとき、人差し指が当たるところ。盆のくぼのちょっとだけ下になりますね。ここも、育毛リラクゼーション効果があり、肩こりの改善に効果的です。ここからいい情報があります。私も嬉しかったです。二重顎に効くツボ。連線です。顎の付け根、指で触ってもらうとちょっと痛気持ちいいとこがあるので、そこが連線になります。顎の付け根、ちょっとね、気になるポイントですけど、いい効果出ると思います。ぜひ実践してみてください。ありがとうございました。ビフォーになります。アナログのいいゲスト様、2ヶ月ぶりのご来店になります。ありがとうございます。仕上がり期待してくださいね。
カット入りました。ゲスト様がね、気にしてらっしゃったのが、肩に当たって外に跳ねてしまうっていうところだったので、ちょっとね内巻きに入りやすい長さで今回設定しました。ショートになりすぎないようなボブですね今回は。なので柔らかく丸みが出るように、全体的にはねグラデーションで切ってます。そうすることでね柔らかい丸みが出ます。いかがでしょうか、柔らかい感じのボブスタイルになってます。クロス取るとねほんと肩ギリギリで、でもちょっとだけ余裕があって、まあ秋にはぴったりじゃないかなと思います。いいシルエットです、美しくなりました、喜んでいただきました。いや嬉しいですね。どうでしょうか、逆に気持ち前上がりぐらいのイメージの僕ですね。本当にあの柔らかさが出ます、綺麗です、いい感じに切れました。カラーもね、根元はグレーカラー使わせてもらいましたけど、毛先は、おしゃれカラーでいってます、いい色です、美しくなりました、バッチリです。2スタイル目、ビフォーになります。顧客様のお嬢様の髪を切らしていただきました。ご協力ありがとうございます。比較的ね短いスタイルなんですけど、まあ、前髪がね結構ポイントですかね。アシンメトリー、毛流れに沿いながら前髪を切ります。結構すっきりさせたいので、流れるような形で前髪切ってます。こういった形でね流れに沿って切ってます。私青山がよく言うんですけど、後ろね結構短くしても前髪にちょっと遊びがあると比較的馴染みやすいです。結構ショートヘアにチャレンジしたい時は前髪に余裕を持たせることで割と抵抗なくチャレンジできると思います。後ろをねこうバッサリいきたい時は前髪にちょっと遊びを残してという感じで、ショートヘア挑戦されてはいかがでしょうか、大人女性の皆様。ね、後ろはすごいさっぱりしてるんですけど、前に余裕があるんで馴染みます。はい、ドンできました。いや、すっきりしましたね。いい感じになりました。美しいです。ご視聴ありがとうございました。美容師青山チャンネル、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。 LINE 友達追加も概要欄の方からリンクしてありますので、ぜひよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。バイバイ。